将棋将棋の先方振り飛車見間飛車、中大佐を XP、中大佐を XP は、将棋の三権飛車先方、一飛車穴熊対策の先方、高安流と称されることもある。プロ騎士の中大佐が草案し、島明が辞書、島のお振り飛車編で紹介して広まった。XP は、同書が書かれた2002年当時、Windows の最新バージョンであった。 マイクロソフトウィンドウズ XP から取ったものであり、この先法を中田佐を XP と呼んだのも島ノートが最初である。一社穴熊は三軒飛車を含む振り飛車の天敵と言われてきた。従来のように振り飛車側が身の囲いに組んでから攻め合う展開においては、拒否者側の穴熊の硬さと等さが生きる展開になることが多かった。もちろん他の振り飛車勢もグマによって、 水退を余儀なくされていたが、島飛車においては、藤井システムの開発により、飛車穴熊対策が進むことになる。しかし、三権飛車にはなかなか穴熊への対抗策が現れず、同じ振り飛車でも穴熊への明確な対策がある、藤井システムへ移ったりした。そこに、三権飛車を得意とする中大佐が一席を投じた。要点としては、 玉章を美濃囲いに収めず3級に止め、橋攻めと格行の危機を療養して穴熊を崩す。玉を美濃囲いに収めないのは駒組みの手数を削減して素早く攻撃陣を整備するため、そして何より橋攻めを行った際の反動を見越して地玉を戦場から遠ざけておくためである。島明はこの戦法が優秀なものであると認識しており、著書。 島ノートで取り上げ、拒否者アナグマさえ克服できれば、三権飛車は最強の戦法になり得る、三間飛車で一飛車グマを粉砕する、画期的な新戦法と評価している。公式宣伝の登場は少なく、アナグマ側の具体的な対応策もまだほとんど研究されていない。中田の三権飛車は、ニックネームを取って、高安竜と呼ばれる。この場合の高安竜は、 中大佐を XP に限らず、中田の気風による三権飛車全般を指して呼ばれることが多い。高野流では、相手が駒組に入る前に仕掛ける長級線の変化や、穴熊に組ませてから対応する持久線の変化まで考えられ、単なる穴熊崩しだけではない。中大佐を XP という名称が、島明が実書で解説するために付けられた造語である。 中大佐を XP という表現はあまり用いられず、中大佐を XP を含んだ、高安流の表現が多く用いられている。ありがとうございます。